どうも、ロンドンからこんにちは、マリコです。今日もよろしくお願い申し上げます。おひつじ座さん、お元気でしょうか？どうもです。英国ロンドンからこんにちは、マリコと申します。どうもでございます。ご覧くださいましてありがとうございます。じゃあ、おひつじ座さんの、7月を早速やっていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。いや、元気ですか？ちょっともう私もちょっといろいろ忙しくて。で、それこそ、見た方は見たかもしれないんですけど、天皇皇后両陛下の、天皇陛下に お手を振っていただいて、めっちゃ感激っていうね、動画も載せてますので、もしよかったらそれもご覧くださいませ。で、今、ニャオって聞こえたかもしれないんですけど、今、猫のね、ご自宅に来ております。はい。で、なので猫4匹いて、ちょっと猫が時々乱入しちゃうかもしれないんですけど、ご了承いただければと思います。まあ、この子ね、可愛い猫で、ポピちゃんって言うんだけど、ポピ。ちょっとお尻は向けないようにお願いします、ちょっと。一番ね、人懐っこいというか、ちょっとなんか寄ってくる感じのね、猫なんですよね。はい。じゃあちょっとね、はい。皆様、猫ちゃんね、いますが、まあ、猫ちょっとスピリチュアル系だからね。はい。ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。じゃ、まずね、カードの紹介。カードはこの前と同じのにちょっとしようと思ってるんですね。で、まず、ムロロジーでね、はい、1枚見てって、で、それで、はい、次、マーメイタローでね、これで、2枚、現在と未来で見てって、で、それでね、これ解説はこのタローカードミーニングスっていうね、これでね、はい、この、英語ので、ペラペラ私が喋って。で、このジャーナリングプロンプトっていうのがあるのね。要は、日記の時にこれをね、書く、この質問に答えて書いてみるといいですよっていうのね。で、私いつも言ってる、もう口酸っぱく言ってるんだけど、日記とか、まあ、ビジョンボードとか、そういうのってすごくやっぱ、ほんとね、それいいのよ、マジで。だからそれをね、ちょっと、いいと思うので、まあ、今度またやりますけどね、日記の付け方とか、まあ、別に付け方もないけどね、別に自分が書きたいこと書けばいいし、絵描いてもいいし、ね。あと、ビジョンボードのやり方とか、まあ、ビジョンボードのやり方って言っても、まあ、別に、何でもいいのよ、本当に自分がなんか、ね、年収いくらくらって書いたものをこうやって貼っとくのでもいいし、あと、どっかの雑誌から切り抜いたなんかビーチの写真を貼るのでもいいし、何でもいいからもう好きなもので敷き詰めるっていうのがね、ビジョンボードだから、そう。で、それで、そう。で、現在と未来でタルトカード見て、で、それで、補足で、これ、Angels and Ancestors と、The Rose Oracle カードでね、これ、この二つで補足出します。7月のおひつじ座さんね。で、最後に、はい、我らが、はい、日本の神様カード、はい、天皇皇后両陛下来ました、お越しになりましたからね。お越しになりました。いらっしゃいましたから、ほんと先週。日本の神様カードで、はい、締めたいと思います。これはね、ちゃんとこうやって、解説書で読むつもりなんで、よろしくお願い申し上げます。じゃあ行きますよ、おひつじ座さん、7月。もう折り返しだからね、2024年も。ちょっと大丈夫？大丈夫ってごめんなさい。そういう意味で言ってるわけじゃないけど。やばくない？私たちマジで。とか言ったの。やばいやばいって言っても、ちょっと今時っぽいですけど、やばいやばいってね。はい。じゃあ、あとね、これもしかしたらごめん。もしかしたらごめん、とか言ってびっくりする。もしかしたらこれ出すかもしれません。ちょっとこれびっくりするかもしれないですけど、これいきなり、こうでかいので。これね、この家にあったの。この家にこれ。だからもしかしたら、なんかその日にち出したいとか、そういう時にちょっとこういう感じの、こういう大きいの出すかもしれないんで、はい。じゃあ行きますよ。はい。なんか受け狙いだよね、ああいうなんか大きいトランプが出てきちゃう。はい、じゃあムロロジーでね、はい、ヤスミン・ボーランドさん、ロンドン在住のね、結構このカードたち、ロワーズ・オラコーとか、このエンジョーズ・アシスターズとかも、イギリスに在住のね、方なんですよね、この方たちね。そうそうそう。まあ、イギリススピリチュアルと、やっぱ、なんか一応有名だよね。うん、そうそう、有名だよね。ちょっと今度さ、ちょっとめっちゃ喋ってるけど、グラストンベリーのなんか動画とかね、出したいですね。うん。ちょっと出したいなと思いますが。はい。ですね、じゃあちょっとね。はい、行きますよ、1枚。おひつじ座さんの7月ください。今それこそグラストンベリーのミュージックフェスティバルやってなきゃ、今この撮影ら辺のね、6月末くらい。じゃあこれ出しますね、おひつじ座さん。これ、はい、行きます。何が出てくるんでしょうね。はい、おひつじ座さん。お月様から。おー、いいですねー。最高。うん、最高。はっきり言って最高。Prosperity lies ahead. そう。
prosperity lies ahead。 これどういうことっていうと、繁栄がね、もうすぐそこに目の前にありますよ。繁栄が待ってますよ。そういうことはね、lies ahead、うん、先に、すぐそこにありますよってことなんだけど。だからその、お羊さんが、今まで頑張ってきたこととかの、やっぱ実ってくるってことなんだよね。うん。そうですよね。まあなんかちょっとこの今絵とちょっと一瞬繋がったけど、なんかやっぱ、今までちょっと辛抱してきたっていうのが見えんのよ、お羊さんの中で。お羊さんに。うん。だから今まで辛抱してやってきたんじゃない？いろいろと。ちょっとさ、もうちょっと詳しく見ていい？ちょっと、もうちょっと詳しく見ますよ。はい。これね、タロットカードで。はい。全部正位置でいきますから。はい。現在と未来系で、ちょっと見ますね。現在と未来系。まあ、現在。で、これ、未来でいきます。はい。ね、これ。現在と未来。現在。The Hermit。出てるね、Hermit。じゃあちょっとまず、The Hermit から見てみる？そうそうそう。まず、The Hermit からね。そうそう。あとね、ちょっと、なんかいつも思い出した感じ。ちょっとサブチャンネルを、やる予定なんですよ。で、どっちかというとサブチャンネルは、なんかその、私の職業とか、まあ、なんていうのかな。その、ほら、日本であんまないからさ、そういうその超富裕層付きのご家族についた教育係的なお抱えでとか、そういうのないじゃない、日本って。だからそういうのの話とか、まあ、あと国際社会で生きるにはとか、まあ、英語の学び方とか、スペイン語の学び方とか、まあ、そういうなんか語学の習得方法とかね。まあ、そういうような話とか、まあ、いろいろよ、なんかアートだったり、ミニマリズムだったり、あとなんかその、ほら、ね、ビジョンボードのやり方とか、あと、まあ、いろんなこと？そう、そういうののちょっとね、引き寄せの法則とかさ、まあ、ちょっとしたこと、なんかもう、なんでも書きます。なんでも、載せちゃう動画みたいな、そういうののサブチャンネル動画を、チャンネルをちょっと作ろうと思ってるね。そう、だからその、こういう、いわゆるタロットとかオラクルカード以外で、まあ、私のこの喋ることが好きとかね、喋る内容とかに興味がありますみたいな、そう。あと日本社会に閉塞感を感じているので、まあ、いろんな、なんかその海外からの、こう、いろんなインスピレーションをもらいたいですみたいなね。そういう人たち向けの、まあ、ちょっとね、チャンネルを作ろうと思ってますので、はい。またご案内しますけどね。じゃあ、The Hermit ね。まあ、一応Hermit って、ダイアルカナなんだよ。ダイアルカナなんだよってか、まあ、ダイアルカナなんですけど、はい。うん。ね、ちょっと待って。失礼。はい。行きますね。はい。これまあ、聖地で撮るんだけど、うん。これ今現在だよね、これ。うん。で、soul searching, introspection, being alone, inner guidance って書いてあるの。やっぱりその自分の中を今掘り下げてる状態っていうか、まあ、もしも今それじゃないですっていう人は、そういう時期が来るのかなって思って。まあ、さ、特になんかこの、まあ、これ私日本語で話してるから、まあ、いつも言うように、だから日本人の人とか、まあ、日本に長い人とか、まあ、そういう人たちが見てると思うんだけど、まあ、それか海外に日本人とかね。で、やっぱり、その日本人のある意味結構大部分の働き方って、毎日がすごく忙しくさせる働き方なのよ、元から。で、それプラス、今、この時代って、やっぱりその、まあ、もうほら、すごい、忙しいのよね。やっぱりその、いわゆるスマートフォンで、やっぱりいろいろ情報がさ、もうひっきりなしに来たりとか、ひっきりなしにメッセージが来たりとか、そういうの時だから、そう。だから、なんか一人になるっていう時間っていうのが、なかなかなかったりするんだよね。あと、なんか、その、この世の中で自分が一人ぼっちになれる時間っていうのが。だから、これから、今とか、あとこれ、すぐ近くにね、やっぱそういう時期が訪れてくる。まあ、それか、今、一人になった方がいいですよってことなんだと思うのよ。うん。だから、お羊座さんの、もちろんさ、一人になる時間ってさ、例えばそのね、家族がいますとかね、子供の面倒見なきゃいけないとか、いろんな、あと、まあ、親の面倒見たりしなきゃいけないとかで、あとね、いろいろあると思うのよ。うん、いろいろあるんだけど、ちょっと一人で、無になれる時間。だからその、私が言う無になれるって、そのもう本当に携帯の電源も切るくらいの勢いなのよ。私はいつもね、もう結構携帯の電源切りまくってるから、なんか、そう言うとさ、アンタイソーシャルな人かもしれないけど、アンタイソーシャルって要はなんか、社会からこう、社会をに反した感じの人かもしれないけど、まあね、土日くらい。まあ、私今まで、結構、土日も働いてた時あったんだけど、結構いろいろと。まあ、なんだかんだ働いてるといえば働いてるんだけど、うん、まあ、これもほら、日曜日に撮っちゃってるから、普段撮らないんだけど、そう。もう仕事だからさ、私もこれ、まあ、仕事っていう感じじゃないけど、でもある意味仕事みたいな感じなのよ。もうなんかこう、
やっぱほら化粧もするしさ、うん、な、あの、ほんと私ね、あの、何もない時とかってもうほんと化粧もしないし、まあ、それでその辺のスーパー行ったりとか、もう結構なんか、もう完全にリラックスした状態で、結構ゴロゴロして、もうずっと一日中パジャマとか、もうそういうのもすごいやるし、あと、ベッドとかも作らない、わざと。そう。それもね、ある意味メリハリつけてんの。なんか、月曜日から金曜日までは、ちゃんとベッド作ったり、ベッド作ったりって、要はベッド、なんていうの、ベッドをちゃんと、元の、やるんだけど、でももう、なんか土日とかは、わざと、いつでも寝れるように。まあ、寝れるようにって言っても寝れないんだけど、私の場合昼寝とかできない人だから。なんだけど、まあ、そういうふうにこう、ゆるくやってんね。だからそれが私の中でのこの、なんていうのかな、メリハリのあれなんだけど、そう。まあ、ちょっとね、The Hermit ね。まあ、だから、いろいろ Soul Searching とか Introspection, Being Alone とかで、この Soul Searching とかって、Soul Searching ね、そう、魂のまあ、もう追求っていうか探求とかって、やっぱりゆっくり落ち着いてないとできないから、そう。だからいろんなこう、世話しない時じゃできないよね。うん。Inner Guidance とも書いてあるしね。Inner Guidance。これどういうことって、やっぱりその自分のやっぱり、自分と向き合った時に自分が何を欲してるのか、自分と繋がることだよね。自分の本当のなんかその、誰々が言ってるとか、誰々のなんちゃらとかいう他の人の価値観じゃなくて、自分が何を したいのか。そう。自分はこういう会社に勤めてみたい。でも周りの人はやっぱりそんなとこ安定しないからやめた方がいいって言われるかもしれん、言ったりとかするかもしれないけど、自分の声は何？ Inner voice, inner guidance. 自分の内なるところから来る、内なることが言ってることは何っていうことだと思うの。やっぱりさ、これ一人一人さ、当たり前だけど自分の人生なのよ。うん。だから、自分の人生だよね。なんか何回も言っちゃってるけど、だから自分の人生で後悔しない人生、まあ後悔しない人生っていうのってどうかなと思うけど、まあだからさ、なんかこうあれじゃない、なんかその振り返った時にね、あの時ああしておけばよかったみたいなことはならないようにしたいよね。そうそうそう、うん、いやこのさ T シャツ映えるね、これね。バルセロナでね、買ったんです。まあ、ボケリア市場っていうね、バルセロナ市場があって、で、よかったこれ買って。これ、実は着たの初めてなんだけど、なんかやっぱさ、目立つ色を着るっていうのもいいのよね。うん。私いつもこんな感じも、こういう蛍光ピンクだから、そう。蛍光ピンク。そうそうそう。そういうのもね、やっぱね、服から明るくなるっていうのもあるからね。そう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 。はい、Journaling Prompts。これちょっと待って、これちょっと General で、これ、ハーミットちょっと読むよ。うん。ああ、いいですね。これ、うん、書いてあるね。The Hermit shows that you are taking a break from everyday life to draw your energy and attention inward and find the answers you seek deep within your soul. って書いてあるね。うん。いいですね。You realize that your most profound sense of the truth and knowledge is within yourself and not in the distractions of the outside world. って書いてある。それどういうことっていうと、要はこれね、日々のね、生活からね、ちょっとやっぱり休んだ方がいいよってことなので、なんで休むといいかっていうと、そのあなた様の、まあ、あなたのね、エネルギーとか、あとその本当にその、なんていうの、こういう注意深くこう考えるところとかね、そういうのをね、もっと自分の心の中に、行くといいよっていう感じで言ってるの。心の中でそれで、まあ、あなたのエネルギーとかね、エネルギーとかを、心の中にもっと持っていくこと。で、それで、find the answers you seek, deep within your soul って書いてあるの。そう。自分の本当に、魂の深いところから、それからやっぱり、答えをね、find the answers you seek. そう、答えを見つけるといいってことなんだよね。で、書いてあるね。やっぱ、これ本当でもね、そう、だからその、言うとね、なんか、you realize that your most profound sense of truth and knowledge is within yourself. それどういうことっていうと、要はその本当に自分のその真実とかね、あと知識とかそういう本当深い底の深い部分でのそういうのって、やっぱ本当心の中にあるんだよね。で、それって、その本当に自分が欲してるものとか、自分のその、自分にとっての真実とか、自分にとっての知識とか、必要な知識とかそういうのって、その他の outside world って書いてあるね。Distractions of the outside world ってどういうことっていうと、その他の、なんか その外の世界でこういろいろ起こってる、なんかこう邪魔してくるものとかいろんなその、そういうことじゃないのよ。だから要は何が言いたいかって、その外のことで起こってる、なんか外にこういうのが流行ってるからとか、
なんか、外ではこういうなんか、わかんない。例えば言うと、なんか日本で言うと、タワーマンション。まあ、英語ではタワーマンションって言わないかね。コンドミニアムって言うんだけど、そう。まあ、要はそういう、いわゆる日本で言うね、さ、タワーマンションみたいなのが流行ってるか、そういうとこで家を買い、なんか住みたいのかさ、まあ、そういうになんか言う人もいるわけじゃない。そう、なんかわかんないけどね。そう。でも、まあ、私とはさ、個人的には普通に一軒家で庭がある方が私はいいし、タワーマンションに住むよりはね。だから、まあ、そういうことよ。要は。それかね、自分は、なんかその田舎とかの方とか、まあ、あとに、なんか海がある、海の近くに住みたいとかさ、人それぞれ価値観って違うわけよね。でもやっぱ、特に私はいつもこれ言うことなんだけど、なんか、まあ、今これ何回も言うように日本語で喋ってるから、まあ、日本人の人が多いと思うんだけど、なんか、日本での生活っていうか、日本の社会って、日本語でみんな情報を取ってる人がほとんどなのよ。で、もちろん今時さ、その、ね、海外の情報もいろいろ、まあ、インスタグラムだったりいろんなとこでいろいろ取れると言えばあれなんだけど、生の情報って結構その、第一言語の情報で取ってるのが、直接的な言語で取ってるのが日本語が多いんだよね、日本人って。そうするとやっぱりね、偏っちゃうと思ってるんだよね。偏っちゃうと思うのよ。そう。だからそういう意味でも、やっぱ英語を学ぶのはいいんだよね。そう。とか、あとその、今、例えば、若い子供がいる。若い子供っていうか、まあ、10代とか20代とかの子供、まあ、子供っていうか、まあ、20代子供かわかんないけど、まあ、そういう人がいるっていうんだったら、もうその、周りにいるんだったらね、すごくそういうのをね、応援してあげるといいと思う。そういう英語とかを、の知識をつけるってこと。周りの10代とか20代とか、まあ、あとね、まあ、まだ子供ですっていう、そのね、5歳、6歳、7歳とかそういう人がいたからね。やっぱり、それで世界広がるし、なんかその、いつも言うことなんだけど、なんか自分を守ることにもなるんだよね。やっぱり日本語だけでの情報だったら、偏った情報になっちゃうし、狭い情報になっちゃうと思うから、そうそうそう、うん。まあまあまあ、それはね、ちょっといいとして。今だから、ハーミットが出てきてるってことは、自分の中に、潜るといいってことなのよ。だからその、周りがうんぬん言ってる、周りではこういうのが流行ってるとか、そういうのはもう関係なしに、自分が何をしたいかなんだよね。うん。そうね、ちょっとじゃあ、2枚目のこの未来で見てみますね、未来。10 of Wands。はい。これなんか、おしずさん分かったわ。なんでこれが出てくるかっていうと、その自分の、その、やりたいこととか、そういうのをなんかこう見始めてきたときに、自分的にこれできるのかなとか、なんかこんなね、周りの人がこんな全然やってないことを自分がやるのって大変なんじゃないかとか、そういうのを思ったりする人が多いんだよね。うん。まあ、でもね、10のね、ワンドが出てきてるってことはね、もう最後ですよ、それ。うん、最後の生み出しですよ。うん。やっぱね、向き合わない時が来てるってことなんだよね。だから、おしずさんも。うん。まあ、私もさ、そんな偉そうに言えないわよ。私だってさ、いろいろあってさ、で、今までいろいろ自分のことを向き合ってなかったからさ、まあ、いろいろ大変なことになってさ。で、まあ、今本当おかげさまでね、いろんな人のご加護、いろんな人からの支援があって、いろんな人は支援っていうか、まあ、支援っていうか、まあ、いろんな人からの、こう、温かい言葉とかさ、いろんな人に支えられて私は生きてるのよ、毎日。そう。なんだけど、いやー、ほんとありがたいですよね。そうそうそう。ちょっと待って。10 of Wands、これで見ますよ。あ、ちょっと待ってた。ハーミット、そういえばさ、それのジャーナリングプロンプト言ってなかったね。うん。あ、でもね、The Hermit のさっきの、ごめんなさい、ちょっと戻るけど、さっきのジャーナリングプロンプトは、まあ、要は、In what ways do you connect with your inner truth and inner wisdom? How can you introduce these spiritual practices into your daily routine? って書いてあるね。うん。だから、そのハーミット、ごめんね、戻ると、どういうふうに、その自分の本当の、こう、内なる真実、内で思ってる真実とか、内で思ってる知恵とか、そういうのに自分が繋がることができるか、どういうふうに。だから、それは、もしかしたら、その自分のやっぱりその、趣味とか、自分のやりたいことをそのまま突き詰める。だからそういうのをやっていくとかね。そういうのに時間を費やすとか、そういうことかもしれないし。まあ、あと、How can you introduce these spiritual practices into your daily routine? って書いてある。そう。だから、自分の日々のさ、毎日のその日課っていうかの中で、どうやってそういうふうに、スピリチュアル的な、その、なんかこう、行動とか、スピリチュアル的な、この、やること、なんかその、そういうことを、こう、組み込めるのかっていうことだよね。うんうん。だからそういうふうに、自分の心の中を見るとかさ、自分のその知恵、自分の本当の心の中にある。やっぱり、
積もってると思うのよ、知恵っていうのは、自分の知恵。当たり前だけど、数十年生きてきてさ、今までのさ、やっぱり知恵があったからさ、こう、いろんなことの決断をしたりとかさ、この時はこうじゃないとかあるわけじゃない。だから、やっぱね、日々のね、なんだろう、仕事とかもそうだけどね、日々のその、毎日のその、いや、やっぱね、突き詰めると毎日をね、頑張って生きるってことしかないのかな。私もね、大ごとに言えないし、大恐れてそんなね、言えないんだけど、私も頑張ってるって言うとあれだけど、私も、そういうふうにしようとは心がけてはいる。なんかその自分でその、なんだろう、もうそれじゃん。なんかもう日々のさ、生活を頑張ることが、やっぱりこれが本当積み上がってきて、自信になるのよ、本当に。だから、目の前にいるお客さんとかの毎日のいろんなことをやるとか、目の前のなんか仕事をやるとか、それが本当に力になってくるのね。だからこれが数年後にね、また、例えば新しい仕事を探しますとか、なんか新しい事業展開やりますとか、なんかちょっと新しいことやっていますとか、そういう時に、今までのやっぱ知識とか、今まで頑張ってきたこととか、やり方とか、そういうのがやっぱね、生きてくるんだよね。うん。いやー、頑張りたいよね、毎日。私もちょっと頑張りたいと思う。うん。でね、ちょっとね、じゃあ手のバンズね、ちょっとこっちに、未来でちょっと移りますけども。まあね、意志がありますよね。でもやっぱり意志はあるのよ、やっぱりワンドってことは。意志があるのよ。だからどういう意志ってことよね。うん、はい。はい、ですね、はい。わかりますよって感じ。うん。10 of ones ね。はい。better than extra responsibility, hard work, completion って書いてある。そう。うん。でもまあ確かに completion って要は完成するってことなんだけど、まあ、要は better than ってやっぱりこう重荷なんだよね。で、extra responsibility ってやっぱりその、またその、今あるその責任、今あるなんかこれの責任を取らなきゃいけないっていう責任よりももっと大きなね、いろいろとちょっと責任っていうかが頼まれたりとかするかもしれないし、hard work。まあいろ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 頑張ってる感じよね。仕事とかも。まあ仕事だけじゃなくていろんなことよ。毎日の。うん、頑張ってる感じだし。そうよね。まあね、これね、なんでこれが出てくるかっていうと、やっぱりここのハーミットの部分で分かってくるんだよね。自分がやりたいことっていうのが。自分でやりたいことっていうのが見えてくるのよ。だからそこはさ、今まで蓋してたんじゃない？こういう言い方あれだけど、蓋してたとか、あと、忙しすぎて、それを見えなかったとか。うん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 。いやさ、日本はこれからどうなっていくんだろうって思うけど、まあ、なんていうのかな。日本って今、本当に円安だと思うのね。もうこれもそんなのもうガチでわかりますって思うと思うけど、今1ポンドが、イギリス1ポンドが203円とかなのよ。202円とか。まあ私はここで稼いでここで消費してる人だから、まあ、まあいいとして。ただ日本から旅行で来るとかって結構きついじゃない？2ポンドだ、1ポンドが203円だとさ、5ポンドの時点でもう1000円になっちゃうんだよね。うん。まあでもある程度のやっぱり収入はあるわけよ、ここの人って。新卒でも、まあ大体600万とか700万とかなんだよね。そう。3万ポンドとか3万5千だから、そう。だからそれって日本でさ、600万、700万が新卒の22歳がやってるってなかなかないじゃない？そう。で、それで考えるとこっちは30代、40代もちろんもっともらってるし、ね、1000万とか2000万普通だしって話になっちゃうわけじゃない？そう。まあね、日本もこれからだから、まあ、どうなるんだろうとは思うけど、まあでもね、日本はね、いつも言うことだけどね、やっぱちゃんとしてる国だし、お金に変えられるものっていうものがいっぱいあるのよ。だから逆転はいっぱいあるのよ、いろいろと。うん。だからまああとね、やっぱ働き方だね、これもうこれ。あとやっぱりその私もちょっとよくわかんないんだけど、労働組合とかそういうのが多分日本では弱いんだよね。そうだからボイコットとかもないじゃん。とか、ストライキとかもあんまないじゃん。だから、うん。だから、あ、ボイコットってかごめん、ストライキの方ね。ストライキの方、そう。だから、ストライキの方とかも、もうやっていくしかないのかなとも思う。うん、日本では。うん。うん。なんか、こっちもさ、別に、やっぱそういうのをやってさ、給料が改善されたりとかさ、するわけよね。そうそうそう。まあ、なんかその、システム上、なんか構造上日本ではそれが難しいとかって聞くけどね、労働組合がその、会社ごとの労働組合だみたいなこと聞いたことあるんだよね。だから、その、全体のその業界のとかじゃないんだよね。確か日本って。うん。だと思うんだけど。
ちょっとね、これ書いて、ちょっと見ると、Tanner once notes that you're taking on an extra burden, a heavier workload, a greater responsibility. これ何言ってるっていうと、だから未来でね、もしかしたら、まあ、ちょっといろんなね、もっと大変なこと、まあいろいろ大変になってくる時もあるかもしれない。そのいろいろとやることが増えたりとか、そう、でもね、それね、私すごく思うのが、もう、Tanner once が出た時って、もう、新たな始まりの、もう直前なのよ。もうここまで来ちゃってんだからもう。で、ここで最後にコンプリッションって書いてあるように、もう終わりに来てるのね。やっぱりさ、終わる前って一番きつい時あるのよ、本当に。だから今こうやって、特にこうやってハーミットで自分で、くぐった、自分の中を見てった時に、自分がやりたいことが分かった時に、あ、じゃあそれをやるにはこういうことをやった方がいいとか、こういう準備をしなきゃとか、こういうことや、いろいろこういうことやんなきゃとか、いろいろやること増えてくるのは当たり前なのね。でもそれはちょっと信じてほしいのが、次に行くためなのよ。だから時々次に行くためにちょっとスケジュール上ちょっと大変でもうこんなにいろいろやることがある。もうこんなにやることがありますっていう時があるのね。私も最近ちょっと実は忙しくなるの。6月、忙しくて。でももうしょうがないと思ったのよ。もうでももう今がちょっと山くらい。まあいろいろやることあるけどしょうがないってで、これからまたね、まあまだ4月8月落ち着くんじゃないかとかいろいろ思ったりしてね。うん。まあそういう時はありますから、だから7月はもしかしたらこれから、次のね、まあ、2024年の、まあ、こう、後半に向けて、ちょっと、押し田さんがちょっと踏ん張るとき、今ね、この4月に踏ん張るときなのかもしれない。準備期間。うん。準備期間、新しいことのための。うん。書いたね。ズバリ今、私が言ったようなこと書いてあるから。Even though it is weighing you down and making things tougher for you, you understand it is only temporary, so you are willing to put in the hard work now to accomplish your goal and reap the rewards later って書いてある。それどういうことっていうと、そう、今ね、ちょっともしかしたら、最近7月になって、ちょっといろいろ大変になったりとか、ね、スケジュール上ちょっとすんごい忙しくなっちゃったりするかもしれないけど、you understand it is only temporary って書いてあるの。それどういうことっていうと、で、ね、みんなわかってると思うのは、多分これを見てるお人さんわかってるのは、この忙しさって一時期なのよね。だから7月だけなのよ、多分。So, if you're willing to put in the hard work now to accomplish your goal and reap the rewards later って書いてある。それどういうことっていうと、今ね、ちょっと いろいろ忙しいけど、まあ、こういうふうにちょっと忙しい、毎日を過ごしてても、それってやっぱ accomplish your goal。これね、ゴールにね、ゴールを達成するためだし、で、そのご褒美っていうのは後で借り取るつもりなのよね、お久さんが。うん。まあね、だからもしかしたらその残業とかが発生したりとかする人もいるかもしれないけど、まあまあそれは一時的なもんだからね。うん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 。まあちょっと journaling prompts で読ませてもらうと、まあとは言ってもね、とは言っても、where are you taking on more responsibility than is necessary って書いてあるの。これどういうことっていうと、もしかしたら、とは言ってもね、その分かった今、これから7月もしかしていろいろね、自分のこれからの本当に将来の目標達成の未来のために、明るい未来のために忙しくなってくるかもしれないんだけど、ただ、その、もしかして必要以上になんか自分がこの責任をこう、引き受けてる時があるかもしれないんじゃん。そう。だからそのこと、もしかしてそういうとこがあるかもしれないから、そこをちょっと一応見てみた方がいいですよって言ってるの。もしかしたら、Where are you taking on more responsibility than is necessary?そう。もしかしたら必要以上に、どこかの場所で、責任を取ろうと思ってるとこあるんじゃないですかって。もしもそれがあるとしたら書き出してみて、そこの、例えばさ、じゃ今もこういうふうに未来で決めたから、だからその料理は、毎日やる必要はないとかね。例えばもう、じゃあもう週3回はどっか、なんかの、スーパーで売ってるので、っていうんで。日本だとほら、もう羨ましいのがさ、もう日本だとほら、出来合いのさ、美味しいものがスーパーマーケットにいっぱいあるでしょ。もうこっちはほら、出来合いのものが、もう本当、もう美味しくないから、もう毎日作るしかないのよね、本当に。まあ、冷凍食品みたいなのあるけど、まあ、あんまね、あんま好きじゃないんだけど、まあ、時々は寝るけど、うん。まあさ、そういう風にちょっとやってみるとかね、7月の忙しい時は、うん。そうね、What tasks and activities can you delegate or eliminate? って書いてある。これどういうことっていうと、もしかして、その自分がやらなくてもいいことってあるかもしれないじゃない？他の人にやってみる、can you delegate? って要は他の人にやってもらうっていう感じなんだけど、とか、eliminate? それ外す。だからもしかしたら、やらなくてもいいことっていうのもあるかもしれないよ。だから、見極めてねっていうこと。だから、あ、これこれやらなきゃいけない。ただ、じゃあこの仕事の、このやること、じゃあ、例えば料理は、他の人にやってもらうとか、なんか、他の人って、まあ、家族の他の人でもいいし、まあ、お金がある人誰かやっててもいいんだけどさ、うん。まあ、そうやってもらうとか、で、あと、これは、まあ、必要ないよねって、うん。なんか、これは別に必要ないわとかね、うん。
そうね。だからそういう感じで、まあでも書いてあるのが prosperity lies ahead だもんね。ここで prosperity lies ahead。いいですね。だから繁栄がすぐありますよってことだもんね。うん。はい。じゃあちょっとね、これちょっと補足で出しますね。この Angels and Ancestors と、あとこのあの Rose Oracle でね。で、これでまあ、7月の牛座さんちょっと見ますけど。あ、もうこれにするもうこれにするね。はい、これにします。はい。これにして、で、これね。はい。Rose Oracle。これ。いきますよ。これすごいね、これ。うん。いやさ、これズバリだなと思ったのよ。これね、何が一つ出てるか。Air Guardian ではあるんだけど、まあ、shift your perception なのね。shift your perception。shift your perception。change your perception って言ってんの。そう、change your perception ってどういうことっていうと、その自分のやっぱり考え方とか、思ってたこととか、そういうことをやっぱり変え、なんかやっぱり思考の変化だよ。思考をちょっと変えていくといいんだよね、やっぱり。うん。考え方の変化っていうか、なんかその、やっぱりさ、その考えとかって、やっぱり、今までのその積み重ねでそういう考えになってるわけよ。で、それをね、その考え方を変えるって、そんなにたやすいことじゃないんだけど、ただ、やっぱりね、なんか起こるんじゃない？だから。うん。お久さんの中で、こう、なんかガツンとさ、なんか、誰かしらの YouTube を見て、なんか、あ、こういう世界もあるんだとか、こういう仕事もあるんだとかね。そういうのに感化されるとか、例えば自分は栄養士やってますとかでね、あ、栄養士でもそういうふうに、いわゆるお金持ちの人とか、月、超富裕層付きで、そうやって個別でやって、こう年収でいくらみたいな、で、それでも全部有給とかも長くあってとか、そういう方法もあるんだとかね。例えば、まあ、例えばで言うとね、なんかその、あるわけじゃない。なんか、前なんかマドンナかな、誰かの、なんか栄養士の方日本人だってしたよね、確かね。そうそう。だから例えばそういうのとかさ。なんかその、今までのなんかさ、世界ってほんと広いから、まあ、私超富裕層、世界の超富裕層関係のお仕事してるけど、やっぱほら、全然ライフスタイル違うのよ。で、そういうライフスタイルのやり方って、の仕方とかって、多分日本ではあんま知られてないんだよね。てか、そもそも日本人ってあんまお抱えでいろんな人を雇うっていう、雇うっていうか、まあ私は雇われてるっていう感じではないんだけど、私のほら会社があるからさ。まあでも要はそういうようなもんじゃない、お抱えで。そう。とか、そうなのよ。でもそういうのを囲ってやる、文化じゃないから、日本が。そう。でもやっぱ世の中には、世界のいろんな世の中には、そういうやり方でやってる人とかも、いるから、そういうスタッフが必要な人っていっぱいいるのね。そう。だから例えばそういうのをちょっと、なんかそういうなんか動画を、なんか見てみるとかさ。まあ見てみるといろいろなんか変わるだろうしさ。こういう世界もあるんだってことで。まあ世界は広いからね、本当に。うん。まあね、いろんな人がいるからね。うん、移動はプライベートジェットとかさ。うん。まあまあ、あとね、これね、The Reunion って書いてあるね。これ、Collaboration, Partnership, Friendship って書いてあるね、これ。これすごく、やっぱ昔の友人っていうのが来たのよ、今。うん、直感で。で、やっぱりその昔の友人、まあ、The Reunion って、まあ、Reunion なんだけど、まあ、なんかまあ、同窓会的な意味もあるんだけど、まあ別に、みんなでもう一回、こう一緒に集まるみたいな感じなんだけど、で、Collaboration, Partnership, Collaboration, Partnership, Friendship っていうのがあるのね。やっぱりその昔の友人とか昔の友達とか、そういう人たちもちょっと鍵になってくるのかなと思うね、7月に。だからもしかしたらそういう人たちがなんか誰か人を探してるとか、あとなんかその、今のお牛座さんにとって必要ななんかすごい考え方のなんかこう、考え方をこうガラッと変えてくるような。まあそれよね、ある意味。shift your perception ってまあガラッと変えるとは言ってないけど、まあ今ちょっと直感できてるのが、やっぱりその、自分の今までのこの常識を覆すような情報っていうのが7月にお牛座さんの元にやってくるんじゃないかなと思うのね。で、それによってお牛座さんが感化されて、あ、なんかこういう仕事もあるんだとか、こういう生き方もあるんだとかね。なんかそういうのを分かってくるというか。うん。じゃあちょっとね、日本の神様カードで、我らが日本の神様カードで、もう大好き日本の神様。いいよね。いいよね。いやでも私、まあ一応ね、馬車のパレードも行きましたし、そう、天皇皇后両陛下のね、あと、そう、ね、あと、チャールズ国王とか、その、行きましたし、馬車のも、うん。
あれはね、ちょっとね、角の方で見てたんで。まあ、それもそれでちょっと今度載せますけどね。うん、そう。でも次の日のね、天皇陛下だけがこう、バッキンガム宮殿の前の玉をね、あそこを通ってきたのにはビビった。本当に。だって、あれね、公開情報じゃないもん。あれ、公開されてない情報。だから、あの日は、朝かなんかに、どっかのなんか、科学研究所的な、なんか確かそういうようなところに行って、で、夜に、まあ、その、ロンドン関係の、晩餐会とかそういうのがありますみたいな感じのね、ロンドン、The City って言うんだけど、金融街を、そう、それの、そこが、あれしてる、まあ、いろいろ、テレビで、まあ、YouTube とかもそうだし、テレビで見た人多いと思うけど、そう、そういうのの晩餐会的な、そう行くっていう感じだったから、まあ、もちろんさ、ああいう、ね、ああいう天皇陛下みたいな方が、こう、バッキンガム宮殿っていうのにいらっしゃるっていうのは一番まあ、確かに自然といえば自然だし、安全だしさ、やっぱね、当たり前だけどさ、まあだとは思うんだけど、全然なんか何も思わなくて、思わずに、本当に仕事終わった後に、あそこで、友達と待ち合わせしてて、そう。で、まさかだよね、本当に。で、まずエドワード王子がこう、バーって通って、で、あ、なんか、うちら、そういうの想定しなかったのに、なんか、有名な人来たね、みたいなこと言って、ゲラゲラ笑って、なんかゲラゲラ笑ってたら、ほんと4分後に。4分後に。もう、え、みたいな感じでさ、白バイが来てたから、え、あれ、もしやって、で、旗だったから、え、遠目で見て旗が立ったから、もし旗の立ち方で、車は、みたいなさ。でも本当に殿下に手振っていただいて本当にもうありがとうございますっていい思い出になりましたって感じで、あとさ、なんかすごい私ちょっとこれから言うのは自意識過剰な話するけどさ、なんか殿下がさ、キューガーデンでさ、キューガーデンっていうのがあるのね、ロンドンの西の方に。そのキューガーデンで、質問に答えてたね、記者の人の質問に。で、今までちょっとどんな感じ、このロンドンで、イギリスでのこう滞在どうですかみたいな感じで、なんか馬車のパレードもそうですし、なんかあと、なんだっけ、車走ってる時もいろんな沿道の人に、こう、なんだっけ、暖かく迎えに行ってくれてだけな、手振ってくれて、みたいな、そんな感じのことかな、言って、おっしゃってて、あ、私、と思ってさ、沿道で手振ったと思って、殿下がこう走ってる時に、勝手に自己、なんか、やっぱああいうのも、なんか、まあさ、そう、自意識過剰といえば自意識過剰なんだけどさ、なんか印象に残ったのかなと思ってね、私も、ジャパンの T シャツ着て、これの、このね、ピンクの着て、で、スカートオレンジだったから、もうすごい、なんかどこぞの、しかも私しかいなかったからね、あの時、あそこの、ダマオではね。普通の、あそこ別にそんな人いないのよ、別にそういう普通の、なんていうの、ああいう馬車とか通る時とか、まあいろんな、なんかそういうの時は、あと午前中とか、その辺は結構観光客もいるんだけど、あとはあそこほら、まあ通り道だから、まあただのね、通り道だから、そうそうそう。いやー、だからそういう私がね、出す日本の神様カード。ついてるよね。うん。どう考えてもついてるよ。あの瞬間に会えるなんて。うん。すごいよ。だからそういう私が日本の神様カード出しますかね、今から。はい。うん。私は守られてるからね、本当に。はい、じゃあこれいきますよ。はい。あー、これ。これ出したことないかも。お失礼さま、完全にエネルギー変わってんね。金山彦の神。いいですね。金山彦の神。これ誰ですか？金山彦の神。なんかさ、石の上にも三年家石の上。いや、だからもう変わるよね。お羊座さん、これ変わるわ。これ。どうする？ちょっともう。成功してもさ、私のこのチャンネル見てね。時々。時々ちょっと見てよ。ちょっと。うん。金山彦の神。大成功間違いなしだね、これ。ちょっと待って、金山彦の神、うん。いや、ほんとさ、ちょっと有名になってもさ、これ見てるお羊座さんが有名になってもさ、私のことちょっとこれ見てね、これ。このチャンネル時々。うん。やるから、一応。うん。いや、一応とかやりますから、心を込めて。うん。あー、いいですね。やっぱ、お羊座さん、やっぱり毎日いろいろできることがこれからあるわね。それがやっぱ、運気上がる方法だわ。ちょっと行きますよ。じゃあ神社名から行きます。はい。岡山県中山神社、島根県、ごめん、これ金谷子神社、岐阜県南宮大社、徳島県金山神社、宮城県小金山神社などに祀られています。テーマが日常を整える、五感を磨く、生活を楽しむ。これまさにお羊座だよね。本当に。やっぱりお羊座さんの、
私、おしつ座ではあるんだけど、私、おしつ座もちょっと被ってるのよ、実を言うと。カスプだから、私、4月20日生まれで。で、私はおしつ座っていうふうに言ってるんだけど、やっぱり五感とかそっち系なのよ、おしつ座って。で、そういう私が出してるから、やっぱり、すごい、やっぱそれ、このメッセージだよね。今、おしつ座さんに必要な7月は。ちょっと行きますよ。金山彦の神。毎日の生活の中で五感を磨きなさい。足の裏から伝わる地面の柔らかさ、水の流れる音、風の香り、口にする食べ物の味。感覚を深めれば喜びにつながる。喜びにつながれば豊かになり、豊かになれば楽しくなる。五感は楽しさへの入り口なのです。まあさ、本当は思うけどさ、特に日本とかだと、五感をやっぱり使ったものを楽しめるよね。あの国は本当に。まあ、今、海外に住んでるって人でも、まあ、海外でもいろいろ五感を使ったものをどうにかやりたいって話だけど、日本だとやっぱり本当美しい、日本という国は。やっぱり、五感をそのさ、嗅覚、要は、触覚とかいろいろあるでしょ？そう、でも、うん、やっぱもう見た目もさ、やっぱり綺麗だし、山とか森とか、その、海とかね。で、食べ物も美味しいし、うん。じゃ、ちょっと行きますよ、もうちょっと詳しく。はい。まあ、あと日常の生活こそだよね。だからそのさっき言ったその日々の、なんだっけ、日々の暮らし、日々で頑張ろうみたいな話したじゃない。そうやって日々で頑張ろうもそうなんだけど、日々の暮らしを豊かにだよね。なんかフランス人はなんちゃらみたいな本あったよね。日々の暮らしを豊かにする。これちょっともう10年前かなんかの時だけど、時々読んでたけど。あれもいいな。なんか何もない日なのにシャンパンを飲むとかさ。そう。まあそういう感じね。うん。まあ私ほら今断酒してるからさ、もう1年3ヶ月断酒して。お酒は飲んでないんだけど。まあ、でも別に全然お酒飲んでもいいとからさ、みんな別に。そう。だからそういうのでさ。うん。だって私だってさ、おとといちょっともう、金曜日、ちょっとこの辺の高いね、肉屋さんがあるの。まあ、高いって言うとあれだけど、まあ、ちょっと値段は張るんだけど、まあ、美味しいのよ。グラスフェッドビーフ。まあ、で、要は、どういうことっていうと、まあ、その、ちゃんと食料もさ、その牛が、美味しい、その、グラス、まあ、草ね、みたいな、そう、それのを食べてる、ちゃんとした肥料を食べてるので、すごいそこのお肉屋さんは美味しいのね。で、だから私も、高いんだけど、まあ、時々ご褒美で買ってるのよ。そう。で、なんかもう、ちょっと、だから肉を、私はね、ステーキ食べるときはそこの肉で基本的に食べてて、他のステーキ、だからあんま逆に言うと ステーキあんまり食べないんだけど、やっぱりちょっと値段がしちゃうんで、そう。でもそれで買って、やっぱその、ミディアムレアでやって塩でね。うん、そう、美味しかったよね、やっぱり。うん。いや、時々ああいうの必要だなと思ったし。だから、それってさ、毎日のあれじゃない？ちょっとご褒美するとかね。うん。まあさ、確かにご褒美しすぎも良くないと思うんだけども、まあ時々はね、ちょっと美味しいもの食べて。うん、そうそうそう。ちょっと、もう一回やりますよ。うん。金山彦の神。金山彦の神は、楽しく、かつきちんとしている神様です。鉄、鉱物とその加工を司る金山彦の神は、包丁を作る人たちや、あ、これなんだっけ、刀に鍛冶から、深く信仰されています。鉄は火と水をくぐり抜け、鍛えられて素晴らしい道具となってくれます。例えば包丁を使って作るお料理は、私たちを楽しませてくれるのです。金山彦の神のメッセージは、まず日常を整え、五感を磨き、そして生活を心から楽しむように伝えています。例えば、早寝早起きなど、自己を律する生活はエネルギーを整え、生命エネルギーを拡大します。包丁も研がなくては切れません。包丁が切れると料理の味も美味しくなります。うん、なんかさ、話変わるんだけどさ、この家、まあ猫の家なんだけど、なんか私が今回来た時に、まあそこにもあるんだけど、なんか、日本のなんか、包丁売ってる店があるのね。まあちょっとマリルボンの方にあるんだけど。そこのなんか、そこでなんか買い物したみたいで、まあ見てはいないけど、なんか、まあ、そこにもあるんだけど、袋が。なんか、買ったんだなと思ってさ、その日本の包丁この家、この家で、うん。そうそう。まあ、嬉しいよね。日本人としてそういうのの、バッグもそこにあるし。まあ、日本の包丁でも、有名なんだよね。ご存知だと思うけど、訪日外国人も結構日本の包丁買うでしょ。あと、そういう、プロの人とか。うん。そうそうそう。あと、日本ってすごいのがさ、なんか、包丁とか、これそれこそ、私が、世田谷とかでもそうだったけど、なんか、スーパーの前ら辺に包丁を研ぐ人とかもいて、で、包丁持ってってやってくれたりとか、まあ、
いいよね。ほら、こっちだとさ、包丁とかをやっぱり持ってると、ほら、ナイフの事件多いのよ、こっちの国って。そう。だから、ちょっとそういうのは。まあ、もちろん、誰が持ってるとかわからないけど、そう、でも、なんか若い子とかでそういうのの事件とかがあるのね、結構。そうそうそう。だから、まあ、またその食物の包丁とはまた違うけど、でもなんか、ね、そういうのはやっぱできないかなって感じ。だから、その、そう、そういう、だから包丁を研ぐ人が、うちらが包丁を持ってって、その人がやってくれるっていうのは多分こっちで、イギリスではないと思うのよね。うん、全然見たこともないし、そう。てかまあそういう文化もないし、うん、そう。いや、だからいいよね、日本のそういうさ、なんか丁寧に扱うっていうかものをね。そう。やっぱりほら、包丁とか高くてもさ、ずっと使うもんだしね。うん。そう。で、なんか、そう、こっちではだって、その、売ってるものの包丁とかもすごい厳重にされてて、お店とかの。まあ、日本でもそうだとは思うけどね。売ってるものとかはね。うん。で、ああ、いいですね。日常生活の中で視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚を通して、まあ、五感だよね。世界を広げていきましょう。食べるときは十分に味わうのです。あなたの中で赤い鉄が変容するように意識が変わります。それは形となって役に立つでしょう。何か技術を身につけたくなるかもしれません。生活を楽しんでください。お料理をするとき、心を込めてお料理そのものをエンジョイします。水回りを見つめて整えるのも、金山彦の神につながる方法です。五感の入り口である、鼻、口、耳、喉、手をきれいに手入れしてみましょう。それから包丁を研いでみませんか？気持ちがスッキリして心から楽しくなってくるでしょう。これお施設さんに本当にいいメッセージだと思うのね。で、私もその言ったように、私この家結構出入りしてるの。5年、5、6年出入りしてるけど、6年くらい出入りしてるけど、この家に。この日本の包丁が買われたのって今なんだよね。そう。で、今この一番初めのリーディングのこのお施設さんで、やっぱこの包丁の話とか出てきたりとか、いや、なんかやっぱり鉄とか鉱物とか、そういう関係で、本当にこのメッセージなんだなって思う。本当、お質屋さん。うん。まあ、そんなね、こじつけてって思われるかもしれないけど、いや、なかなかのメッセージよ、これ。で、あんまりこれ出したことないからね、私。てか、出したことないくらいで、一度も出したことないじゃない？うん。いやー、いいですね。やっぱりその、赤い鉄が変容するように意識が変わりますっていうところが、やっぱりここなんだよね。で、ハーミットと、この、自分の中に潜った時に、自分のやりたいことが本当に見つかるのよ。その周りの人がうんぬん言うからとかじゃなくて、自分が本当にやりたいことが見つけたとき、で、やりたいことが見つけたときに、やっぱいろいろやってっから確かに大変だったりするんだけど、一瞬ね。一瞬よ、それは。なんでかっていうと、これ言ってたじゃん、さっき。temporary だって。それは、一時的なことですよって言ってたし、一時的だと思うのよ。一時的にね、やっぱ、準備するときとかって、いろいろ苦しくなっちゃうときもあるのよ。そう、私もさ、これさ、12星座何星あるからさ、12動画じゃん。で、私って結構じっくりやっちゃう人だから、そう、確かに重荷にはなってるのね、実際。そう。でも、やっぱりその先のことを見てるのよ。実際このね、いや、本当に6月、ありがとうございます、本当、お室さんもめっちゃ見てもらってね、本当に見てもらって。で、その人たち、みんな見てくれた人で、もう本当、ライクもいっぱい450とかさ、さすり座さんの動画ではもう500なんちゃらとかね、550とかあって、それだけ、なんか本当に私はその、まあ、私は喋ってるだけなのよ、本当に、いつも言うように。世間話してるだけなんだけど、それを通じて何かみんなが思ってくれることがあったら、私はそこでまた徳を積んでんのよね。うん。で、別に徳を積みたくて積んでるわけじゃないんだけど、私にはすごくいいのよ。この、重荷にはなってる、実際に。スケジュール上。でも、それによって得るものが大きいのよ。世の中に与えられるものが大きいのよ。で、これ私だけじゃなくて、みんなもあるのね、それ。世の中に与えられるものが。一人一人あるよ。じゃないと生まれてこないんだから。うん。生まれてきたってことは世の中に貢献するために何かしらの貢献でね、大きな、そのなんかさ、その、貢献って別にその、なんていうのかな、いろんな貢献の仕方があるんだよね。うん。なんだろう。今まで日本で言われてきたような、そのお勉強ができる人で、なんか、なんちゃら大に出て、どこどこの、なんか大企業に勤めるとか、なんかそれは一つの貢献ではあると思うけど、みんながみんながそれなわけじゃないからね。その貢献じゃないからね。そう。ネイルが好きな人はネイルでね、そういう、そういうとこでやって、人のネイルをね、綺麗にするっていうのが好きな人もいるし、お掃除とかするのが好きな人もいるし、全部が貢献だからね。全部の、全職業が。うん。だそれはすごくね、心から言いたいんだよね、私は。うん。で、あとね、ちょっと言いたかったのが、生活を楽しんでくださいだよね。なんだろう、なんか、
私もさ、まあ今バルセロナの T シャツ着てるから思うけど、やっぱ私バルセロナ好きなのよね。うん、とかスペインも好きだし、やっぱりその人生を楽しんでるっていうのを見るのが好き。その人たちが。人生を楽しんでるのを見るのが。うん。なんかこう朝の10時からさ、ビール飲んじゃったりとかさ。仕事中なんだけど朝のなんかちょっとビールちょっと小さいの飲んじゃってたりする人とかさ、おばさんとかさ、なんか、そういうのとかね、まあお料理をするときは心を込めてお料理そのものをエンジョイします。これあのちょっと直感でっていうか、まあ私の個人的な事情なんだけど、最近さ、私もほんと料理もさ、同じもんばっか作ってんのね。もうそれもちょっともう嫌になってきてて、なんか他の作らなきゃと思うんだけど、まあなんせさ、ここイギリスだからさ、そんなになんか、食材もほら豊かなわけじゃないから、シーフードとか。うん。だからまあ迷っちゃうとこもあるんだけど、まあそれでもなんか工夫してさ、やっぱ作ればいいんだけどね。だから、レシピの本とかあるじゃない。ああいうのをやっぱ私も図書館でちょっとちゃんと借りて、毎日ちょっと同じようなんじゃないのがいいなと思ってるの。自分も飽きてきてて。そう。だからそれも一つのあれかもね。五感を楽しむために、まあいろいろ。あとね、私すごいなんかすごい直感で最近来てるのが、カルディスーパーマーケットってあるじゃない。まあ別にカルディの回し物とかじゃないんだけど、なんか、あそこで、なんかこう、あそこって全国せ、あれ、全国展開してるよね。うん。だから、ああいうところで、まあ別にこれ、海外で見てる人は別にその、海外でいうところの、まあいろんな食材が売ってるとこ、食料が売ってるところの店に行くといいですよ、だと思うんだけど、そのアジアンスーパーマーケットでもいいし、なんでもいいんだけど、まああと他のね、カリブ系のなんかスーパーに行ってみるとか、ポーランド系のスーパーに行ってみるとかになるんだけどね、イギリスとロンドンだと。うん。まあいろいろあるからさ、その東ヨーロッパ風のなんかスーパーマーケットとか、そう。あとユダヤ系のスーパーマーケットとかいろいろあるから、そう。まあそういうようなとこになるんだけど、まあ日本だと結構カルディに、あれに結構こう、なんていうのかな。結構その、激戦された日本人のスタッフとか、日本人のまあ、ね、社員の人がなんかこう、日本人の目利きで行われた、なんかいろんな世界各地からの美味しいものとか、なんか、楽しいものとかあるから、そういうのでちょっと世界を巡ってみるっていうのもいいかなと思うね。やっぱ特に今円安でさ、特に行けるってわけじゃないからね。うん。そう。まあ、あとはまあ、訪日外国人とまあ、ちょっとやり取りするっていう感じかな。もしもやり取りできることがあったらね。まあ、別に無理してやり取りする必要ないけど、まあ、そういうのに興味がある人はさ、いろんなことできるからね。なんか料理教室とかもさ、訪日外国人向けにやったりとかさ、あとアーツ&クラフトのね、教室とかやったりとかもできるから、そう。まあまあまあ、いろいろあると思いますが、はい。ここまでご覧くださいました。おしさんどうもありがとうございます。いや、なんか初めの星座さんだったから結構長くやりましたね、私も。なんかベラベラ喋ってね。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。で、サブチャンネルの話も、ちょっとまたご案内しますので、あと、いつものお願いになっちゃいますが、この動画良かったっていうことは、ライクしていただいて、あと、本当にね、もう超助かるのが、皆さんの、Facebook とか Instagram とか、あと、まあ、Twitter とか、まあ、旧 Twitter、X とかでね、もう、バンバン回していただくと、というか、シェアしていただいたりとか、ね、皆さんのお友達の中で、こう、LINE のグループがあったら、そこで回して、ちょっと紹介していただいたりすると、本当にね、皆さん、私のね、メッセージが必要な方は、見ることができるので、はい、全節やりますからね。はい、もしもご協力していただきましたらありがたいです。じゃあ、押田さん、ここまでご覧くださいました。ありがとうございます。押田さんの、7月ね、まあ、忙しくなるのは分かってるので、はい、でもその先のね、先を見た時のだから、楽しみ楽しみだよ、しずさん。8月とかも、うん、9月、10月も楽しみなんで。英国ロンドンから皆様の、毎日の日々の楽しい日々ね、五感を使った楽しい日々を、応援しております。じゃあ、ここまでどうもありがとうございます。また、お会いできたら幸いです。しずさん、どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。